ロックンロール。はい、どうもこんばんは、水上でーす。さて、突然ですが、皆さんビールお好きですか？もうちょうどこれくらいの時期からですね、クワーッとプワーッとやるのは非常にうまいもんだと私も思います。まあなんなら夏じゃなくてもね、一年中ビールはうまいっすよ。それはもう大好きでございます。さあ、そんなビールなんですが、皆さんホットビールってご存知ですか？買い物をしてたらたまたまそれ見つけて、なんじゃこりゃってもう目を見張りましたよね。そこで買ってきました。これです、ホットビール。ビール大国ベルギーですね。フロムベルギーから、ホットビール、リーフマンス、ブリュークリーク、じゃららん。ねえ、飲み方の説明も書いてあって、この店頭でこれしばらく読んでたんですけど、試してみるしかないなと思って、で調べてみたところですね、ビール通の人が好んで冬によく飲んでいたっていう話があるっぽくて、で、なんだっけな、アニス、シナモン、クローブっていうスパイスが使われているということですね。じゃん、紙のパッケージを開けてみたところ、こっちにはラベル等は一切ございません。そしてコルクで蓋をしてありますね。ちょうどスパークリングワインのような感じで封がされています。いや、この、ビール通が飲んでいたっていうのと、スパイスが使われているっていうとこまでで、予備知識は決めてあります。飲んだ感想とか、見た目とかっていうのは一切見ずにチャレンジしていこうと思ってます。温め方はその鍋とかで直接温めるのもありなんですけど、湯煎で温めていこうと思います。で開けていきます。よし、ましたね。うわ、すごいアニスですね。アニスの香りが強いです。お、ご覧のように色がかなり濃いです。それじゃあ早速こいつを温めていきましょう。日本酒を保管するときも湯煎でやるとなかなか具合がいいですよね。はい、それで蓋はしません。いや、それにしてもカクテルの道具がこういう風に役立つとは思ってなかったなリーフマンス醸造所の温めて飲む珍しい商品です。昔通たちが好んで飲んだ冬の飲み方を再現した醸造所の自信作ですと書いてあります。じゃーん、さくらんぼが使われているため法令上ビールと表示はできませんと書いてあるんですけども、そうなんですよ。フルーツビールとかね、いろんな添加されているものがあるとビールっていう表示ができないんですけども、やっぱりそれもビールの種類、一つの種類としていろいろ商品として売られてますよね。そういったため、
楽しみ方がある中で、なんと温めるビールがね、まさかあるとはね。そんでね、あんまり熱すぎるのも良くないっていうことなんですが、ちょっと温度計注文がうちないもんでね、まあまさか体温計使うわけにいかんだろうし、まあ、しばらく待っててください。わー、ほんとだ、チェリービール、まさにチェリービールの味がしますよ。温まるのを待つ間に常温で試してみたいと思います。香りはやっぱりスパイシーです。あー、チェリービールめっちゃサクランボですね。うん、サクランボ、あ、手が汚れてます、すいません。いや、サクランボの味が強いです。これ多分冷やしてもうまいな。うん、あ、いい頃合いですね。それじゃあ火を止めまして、うん、大丈夫大丈夫。それでは行きましょうか。陶器のグラス、ちょっとこれ自分の嫁さんの所持物なんですが、お借りします。おー、一丁前にシュワシュワ言ってやがるぜ。これだけ見るとコーラみたいだね。それじゃあこれを今から飲んでいく。はい、というわけでできました、ホットビア、リーフマンスグリュークリーク。早速いただきます。はあ、これやっぱりスパイスとかサクランボとか使っているからこそできることだと思いました。通常のビールを温めてもこれはうまくないよねってなる。うん、それはね、確信しましたね。だけどこうやってビールに他のものを添加して、そして温めても飲めるようにするっていうのが、やっぱりこれビール通の人が昔やっていた、今もやってるのかな、ビール通の人が、まあ、よく編み出したんだなっていうのが分かりましたね。そして結構ねうまいですよ、こうやって飲んでみると。うん、はあ、ちゅうわけで今日の魚はカツオのお刺身、そして焼肉です。カツオのお刺身は、まあ、全然ベルギーっぽくなくてごめん、申し訳ないね。生姜とそれから揚げたニンニクのスライス、そして、はあ、これかけてあるタレはね、塩麹とめんつゆを混ぜたものです。主にざっくり説明すると、いやー、とてもうまいですよ。うん、よいしょ。うん、うん、この香りがたまらん。あー、肉焼き肉焼き。うん、うん、まいゆ。これ何、なんだっけ、 ASMR だっけ。ちょっとやってみる、このシャキシャキのピーマンで。お、
して面白くないね。うんうんうん、うん、そしてホットビア、はあ、ああうん、あれだね、鴨肉とかオリーブとかあったら合いそうだな。うん、だけども悪くないですよ、カツオのお刺身も。いや、いいっすね。うんうん、カツオのお刺身ってね、ベストフードオブジャパンの筆頭に上がると思うんですよ、個人的には。うんうん、うん、うまい。これお酒飲むときは基本的につまみが必要派です。食いながら飲む、飲みながら食うっていうのがすごい楽しくて、そんであとお腹空いてるときにね、お酒流し込みたくないんですよ。うん、うまいね。うん、意外にね、いや、やっぱ元がビールだからっていうのもあんのかな、ちょっと甘いお酒なんだけども、特にカツオの刺身、まあ、タレにめんつゆを使ってるから、その甘みがある分合うのかなっていう風になんとなく適当に分析してみたっぽいことを言ってみるだけなんだけど、これ結構合いますね。うん、あー、これめっちゃうめえ。うんうん、もうビールなんかどうでもいいよ、カツオがうめえ。うんはい、というわけでいかがでしたでしょうか、ホットビールリーフマンスグリュークリーク、なかなかね興味深い、とても美味しい、そして楽しい経験ができるビールでした。これホットビールはね、でも、いや、ホットビールって初めて知ったんですよ、俺個人的には。だけどこれはね、ちょっとあとこんだけ残ってるので、この後もう一杯やろうと思います。はい。結構気に入りました。これまた買おうかな。うん。ああ、それ、でも、あれだな。蓋がコルクだったから、これはめればまた保存できるんじゃない?って思ったのもつかの間。まあ、スパークリングワインと同じですよね。抜いた後のコルク、はまらないんですよ、これ。かあ、ワイン用の蓋が欲しいよね。そうすれば、1日ぐらいは、ちゃんとした状態で保存できるんじゃないかな。あー、どうにかなんねえかな。どうにもならなさ、ならなそう。お、いけたいけた、入った入った。あー、来たよー。見事、蓋をすることができましたんで、これまた明日楽しみます。見てくれてありがとうございました。これ結構面白い。撮ってる本人は面白い動画でした。また見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ロックンロール。